My name is Nightmares Liz, and welcome to Ni no Kuni, Wrath of the White Witch. So, I've decided to do a gameplay of this because the new Ni no Kuni, I forgot the title, the name, but Ni no Kuni 2, I think, is coming out probably either next year or 2 years from now, one of the two. I've started this game before previously, but as you can see, it says continue. I didn't go too far, so let's play! we're gonna go normal. We'll do normal. Yoosh. Oliver, 急がんかい!しずく、待ってよ。もうすぐゴロネール王国へ。They're so derpy. 逃げるで。ほな行くでよ、オリバー。え？ま、待ってよ。これが二の国。せや、お前らの世界とは違うもう一つの世界や。イエーイ、オッケー。おはよう。今日の分ならそこに置いてあるよ。うん。あ、それと昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけど、あったかい？え、本当？じゃあ手に入ったんだ。それでマークはどこにいるの？今さっき配達に出かけたところだから、まだその辺にいると思うよ。ありがとう、レイラおばさん。あ、お母さんによろしくね。うん、わかった。Just an FYI, guys, if you can't read the subtitles during the cutscenes, just tell me. I'll fix that for you. こっちだ、こっち。Oh, it's Phil. I know how to walk. オリバー、ちょうどよかった。完成したんだ。じゃあ、おばさんが言ってた見せたいものって？もちろん、あれのことさ。すごいよ、マーク。で、どうするの？今夜、早速試運転だな。いきなり今夜。まずいよ、母さんに言ってないし。じゃあ、明日にするか、明後日にするか。やっぱ今日だ。じゃあこっそり行こう。ああ、じゃあまた今夜うちのガレージでな。うん。オリバー、 so cute。 この少年が世界を救うというのか？はい、クリスタルの予言によれば。漆黒の魔導士、奴の力だけでは世界は揺るがぬと。残念ながら。この少年の名はオリバーと申します。オリバー。
like this game a lot. Did you guys know that this game is based on Studio Ghibli? Like, it's like drawn by Studio Ghibli. Or designed or whatever. English. Studio Ghibli. The very first Studio Ghibli movie I've ever saw was Kiki's Delivery Service, and I owned that VHS like no tomorrow. I love that movie. What are your favorite Ghibli movies? I'm curious to know. Kaa-san, 戻ったよ。これ今日の分。ありがとう、オリバー。そのテーブルに置いといて。ところでさ、母さん。え、何？何か言った？母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ、今夜は早く寝ないとね。え？まあ、そうね。そっか、そうなんだ。何よ、変な子ね。さあ、早く食べて。早くしないと学校に遅れちゃうわよ。よく噛んでね。ごちそうさま。母さん、行ってくるね。行ってらっしゃい、オリバー。気をつけてね。うん。So rude. I also love the music, it's so cute. I'm gonna save. Yeah, we're gonna save over this, I don't remember how to play. Saving is very important in video game, kids. Remember that always. But it's not you that have made this game. Ho ho ho. ごめん、母さんがなかなか寝てくれなくてさ。それで完成したの？ああ、最後のベアリングも取り付け完了だ。見るか？うん、見る見る。よっしゃ。じゃあ、行くぞ。うん。どこ？すごいよ、すごいよ、マーク。だろ？うん、かっこいい。俺が思うに、アグレックス最新型を上回るかっこよさだ。比較にならないよ。じゃあ早速試運転と行くか。おお。うん。You know who Philip reminds me of? The boy from Kiki's Delivery Service. I don't remember the name of him, but reminds me of him.
these things. よし、誰もいない。マークに知らせよう。行かないで。え、行っちゃダメ。オリバー、行かないで。だ、誰？君はどうして僕の名前を。オリバー、遅いぞ。オリバー、ごめん。マーク、見つかっちゃった。え、誰に。ほら、そこにいる。あれ、なんだよ、誰もいないじゃないか。あれ、おかしいな。さっきまでいたんだよ、女の子が。女の子、ひょっとしてマド女か。いや、あいつは外に出てこれないからな。まあ、気のせいだろ。ほら、戻るぞ。うん。オリバー、世界を救うという少年。しかし、もろく儚い光だ。ええ、予言の少年とはいえ、あの程度ではとても。だが、彼ら人間の可能性は時に思いもよらぬ力をもたらす。あの男の闇が全てを覆い尽くしたように、すなわち逆もまたしかり。いかがなさいますか。目は小さなうちにつまねばならん。かしこまりました。では早速。滅びゆく世界を救わんとする者に死を。おーディア。オリバー。母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ今夜は早く寝ないとね。あ、オリバー、オリバI'm sorry.
さん。オリバー、よかった。ごめん、母さん。オリバー、俺、こんなことになるなんて。うん、それよりせっかくのマシンが。気にすんな、また作ればいいだろ。さあ、二人とも、今日はもう帰りましょう。あ、はい。どうしたの、マーク。あ、ちょっとな、足くじっちゃって。もうしょうがないね。ん？アリアリ、どうしたの母さん、大丈夫？アリ、母さん。アリは心臓に持病があるの。母さん、ドクターを呼んでくるわ。母さん、オリバー、私のオリバー。母さん、あなたなら大丈夫。みんなと仲良くね。Oh no。 母さん、母さん、母さん、やだ、やだよ、母さん。我が子を守るために自らを犠牲にするとは。しかしこれであの少年は。分かっている。一の国での魔法は一の国でしか効かない。ならば少年はやがてこの二の国へと導かれるであろう。それを待てばよい。恐れ入ります、陛下。さて、どのようになるの。最後まで見届けようではないか。Oh, this is sad. オリバ、おいしいよ、アップルパイ。ここに置いとくから、後でお食べ。そうだね、もう3日も回しているんだよ。オリバー、母さんは今日からお仕事に行くけど、寂しくなったらこのお人形を母さんと思ってね。母さん一生懸命作ったの。だからきっとオリバーの話を聞いてくれるわ。うん。じゃあお留守番お願いね。オリバー。ううん、早く帰ってきてね。分かってる。母さんとオリバーはずっと一緒よ。ずっとずっと一緒。う、母さん、帰ってきてよ。もう熱しやる。ブラ、これ呪い解けたね。やった、助かった。何、どうなったの。どうもこうもないがな、大妖精雫様の完全復活や。え、誰。おい、何度も言わすな。大妖精の雫様や。雫、黙って見とったらほんまメソ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 、なっさけなやっちゃな。こんなお前は今日からメソや。3日は長い、長いで。
なんぼなんでも3日泣き続けるっちゅうのはどうやろうな。いや、男としてな、3日はないな、ないな。The type of dog。 お、自分半信半疑って感じやな。わかった、しゃあないな、説明したり。せやけどな、恐ろしく長い説明になるけど、ええんや。 It is pie。 そうか、ええんやな、素直でよろしい。その素直さをいつまでも忘れんようにな。ほな、行くで。実はな、自分知らんやろけどな、世界は自分のいるこの世界だけではないん。世界にはパラレルワールドっちゅうてな、いくつもの平行世界があるんやな。そのうちの一つが俺らの世界、二の国ってわけやな。二の国。そう、その二の国の大妖精の俺様がやな、なんでこういうところにいるかということやけどやな、どんな世界にもやっぱり平和を脅かす典型的な悪いやつがおるわけや。闇の魔導士ジャボーってやつや。やつは人の心を支配して二の国に争いを広めていった恐ろしいやつや。歯向かった俺も人形に変えられてこの世界に飛ばされてしもうたわけや。しかし驚いたで、自分の涙が俺にかかった途端闇の魔法が解けたや。なんとお前が限りなく透き通った心を持つという伝説の救世主様やったとはな。人は見かけによらんちゅうけどほんまやね。つまりお前はこれから俺らの世界二の国に来て闇の魔導士を退治してもらわなあかんわけや。そんな。いや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 、照れんでもええがな。大丈夫、自分できるって。俺がサポートするさかいな。ええが、今から大事なこと聞くぞ。救世主殿、我々の世界救っていただけますか。嫌です。なんて、自分今なんて言った。もう一遍言うてみ、もう一遍。嫌です。だって僕にそんなの無理だよ。うわー、これやから素人が怖いわ。自分頼むで。こういう時はさっそうだよな、わかりましたとか、僕でよければ喜んでとか、そういうのパターンや、パターンや。わからんかな、ほんま、わからんな、この子。だってそんな世界のこと知らないし、こっちはそれどころじゃないんだ。なんでや、おかんが死んだから。その自分のおかんの写真見せてみ。ええー、から早持ってこいや。どれどれ。おお、これはまさか、こんな偶然があるんかいな。どうしたの。賢者アリシア様や。これはお前のおかん救えるかもしれんぞ。どういうこと。長い説明パート2聞きますか。この世界と二の国にいる人々の魂はつながっとる。つまりこの世界にいる人間は二の国にも存在する。同じ魂を持つ者は見た目も似てしまうんや。でお前のおかんと魂を共有してんのは二の国の賢者アリシア様というわけやな。母さんが賢者様。でも救えるってどういうこと。アリシア様は闇の魔導士ジャボーに戦いを挑んだ。しかしジャボーの力に敗れ邪神の玉に閉じ込められたと言われとる。もしそれが本当やったら邪神の玉に閉じ込められたせいで魂のつながりが切れたんや。邪神の玉からアリシア様を救えばお前のおかんは生き返るかもしれん。本当。確かではないけどその可能性はある。あれ、でもなんで雫さんがそのことを知ってるの。ずっと人形にされてたんでしょ。おほう、ええ質問やな。それはやな、二の国にいる妖精は俺だけやない。俺が動かれへん間俺は仲間からの情報を受け取ってたわけや。まあ一般的に言うテレパシーっちゅうやつやね。それだけやないで、俺はその妖精たちにこの世界にいながら指示を出しとったんや。ジャボーのことを探らせたりしとったんや。で、えらいやろ。お、どないした。僕行くよ。二の国に行く。二の国に行って母さんを助ける。おお、そうか。そやな、動機は不純やけどまあええやろ。それが二の国を救うことになるんやったら何でもええわ。そうと決まったら善は急ぎや。早速行くで。それで二の国ってどうやって行くの。知りたいか。ええやろ、教えたの。まずは魔法やな。
誰かに見つかるとまずいよって隠しといたの。この家の1階の暖炉の中探しに。え、なんで暖炉の中なの。とにかく暖炉の中や。さあ行くで。Okay, so I'm just gonna end it here, everyone, for the first episode. Yeah. A lot of stuff happened. Ni no Kuni mo. Okasan, she died. That's sad. Thank you so much for watching. And if you like the video, hit the like and subscribe button. If you haven't done so already, maybe leave a comment. Who knows? So, yeah, remember guys, Paalama Lada Sad Game On, and I'll see you in the next video. Bye-bye! Oh, you're cutie! Hi, may I take one too? Yeah, I'm as Akura as...